始めます。15センチの半分サイズ、こちら白を上にします。半分に折ります。はい、こちらペラペラになってる方を下に向けるようにこのように向きを変えます。1枚だけこの下の角を上に合わせて折ります。戻します。また同じように下の角1枚をこの先ほどの折り筋に合わせて折ります。なるべくこことここは平行になるように折ってください。で戻します、はい、一旦ちょっとここ開きますね。開いてこちらの折り筋とこちらの折り筋を合わせるように折ります。はい、戻します。そうしましたらこちらの折り筋、谷折りになってます。こちらをつまみ折って反対側山折りにします。でここつまんで縁を作ってこちら一つ上の折り筋に合わせるようにこのように段折り寄せ上げるようにして段折りします。ここ、こういう風に段折りになってます。裏返します。この部分をこの縁に合わせるようにこのように折り込みます。折りましたらこちらを畳みます。畳んだらまた裏側のこの縁にこちらも合わせるようにして折ります。はい、裏返します。次こちらの部分だけでいいので糊付けします。だいたい2センチほどこのように糊付けして貼ってください。裏返します。この角をこちら白い部分のこの幅3分の1のところで折ります。こちらこういうふうに折った時にこことこの幅とこの幅が合うようにします。同じにぐらいになったらこのように折ります。折ったらまたこの角を斜めに折ります。斜めに折るときにここ1センチほどになるようにしてください。で裏返すときにここ白い部分が見えないようにしてここの白い部分の角に合わせるようにして折ります。はい、こちらも同じようにこの角をこの幅の3分の1で折ります。でまたこの幅を合わせます。また同じようにこちらを上折ります。ここ1センチほど開けて白い部分が見えないようにここ角を縁に合わせます。次はこちら、こちらもだいたいこことここの幅が同じになるようにして折ります。はい、折りましたらこの角 1,2,3 ここの3箇所とこちらも 1,2,3 箇所ここを少しだけこのように折ります。ちょっと黒なので見えにくいですけど
こういう風に折ります。はい、こちらも同じように角を折ります。これで釜は出来上がりですけど、ここがめくれるので、できたらここ一旦戻しまして、ここをのり付け、軽くのり付けするといいです。こちらものり付けして外れないようにします。次 7.5 センチの黄色、こちら白を上にして半分に折ります。半分に折りましたら、こちらポケットになっているので、ここへ差し込みます。差し込みましたら裏返しまして、ここの縁から5ミリ上で、こちら黄色の部分を折ります。はい、こういう風にします。でこの角を少し折ります。こちらも折ります。はい、ここのり付けしてください。次は雲を折ります。こちら 7.5 センチを半分に折ります。こちらこの端からだいたい真ん中あたりより少し左に寄せて、このようにこちらのライン上で直角に折ります。ここ1センチほど空いたら OK です。で裏返すとこんな感じになってます。そうしましたらもう一度戻します。こちらの角をもう好きな高さに折って OK です。だいたい今は 1.5 センチほどにしました。でこちらももう好きなようにしてもらって OK です。今回は1センチほどです。でここも自由に少し上に上げたりして、形をいろいろ変えてください。今回はこのように上に折り上げて、また折り下げました。でこの角もちょっと折ります。でこちらもこのように少し下へ折ります。で今回ちょっとここを短く、幅をギュッと短くしたいので、このままでもいいんですけど、ちょっと私はここを折ります。こういう感じでここを平行になるように折りました。ここは2センチほどです。で角をちょっとこのように軽く折って丸みをつけます。こういう雲にしてみました。こちら 7.5 センチの半分の赤、こちら白を上にして半分に折ります。開きます。こちらとこちらの縁を真ん中に合わせるんですけど、合わせた時に端だけ軽く折ります。でこちらも真ん中に合わせて端だけ軽く折って開きます。そうしましたら、先ほどつけた折り目からこの上の角、このライン上で一旦折ります。今度はこちらの折り目から下の角のライン上で折ります。
うのができます。そうしましたら1センチかける7.5センチ、まず黄色からちょっと先にのり付けしちゃってますけど、裏白の方をのり付けして、こちら赤の下、この幅の広い方の下を3ミリほど開けて、少し狭まるように、少しずつ幅を狭くするように黄色の部分を斜めに貼っていきます。こういうふうに貼ります。次はオレンジ、こちらは木だいです。はい、のり付けしました。また同じようにこの黄色の部分から3ミリほど開けて、また狭めるように、少しずつ幅が狭くなるように斜めにこのように貼っていきます。次は黄緑です。はい、次黄緑、こちらはまた同じように3ミリ開けますけど、まっすぐ貼るといいと思います。次は水色、これは薄水ですけど水色でも OK です。こちらもまた下3ミリほど開けますけど、今度はこちらへ斜めにすると、斜めにして貼るといいです。こういうふうに斜めにして貼ったら、またここが狭まります。最後は紫、こちらスミレ色ですけど紫でも OK です。でこちらまた同じように下3ミリ開けて、内側へ狭めるように貼ります。ここは隠れるのでずれても全然 OK です。そうしましたら今度はこちらまた3ミリほど開けまして、斜めになるようにこちら裏側へ折り込みます。こうですね、こんな感じで折ってます。それでは組み立てていきます。この虹の部分、それぞれ端を2センチずつほどこのようにのり付けしてください。そうしましたらこちら、こういうふうに斜めになるように貼ります。裏こうなってます。そうしましたらこのツボをなるべくこのまっすぐにして、こちら同じように平行になるように雲も貼ります。はい、これで出来上がりです。ではまた次回お会いしましょう。バイバーイ、さようなら。